それでは。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。このレース最も人気を集めているのはサイレンス鈴鹿、1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、当選冗談、注目のグランプリ馬娘グラスワンダー、4枠7番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはサイレンス鈴鹿、ニホノブルボン15番。さあ激しい先行争いで前に出たのはニホノブルボン。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、すぐに続いて15番、当選冗談4番手、さらには12番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、ニホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はニホノブルボン、三振で飛ばしていきます。続きましたサイレンス鈴鹿、2馬身3馬身開いて15番、グラスワンダー、ペースが速い。ちょっと前に出ましたね。先頭は変わらずニホノブルボン、続いてサイレンス鈴鹿。